は、あやチャンネルのマミーです。最初からちょっとお見苦しい、シーンをお見せしております。アクはまだ去勢をしていないので、もうとにかくね、ノエルを見つけるとこんな感じなんですね。ノエルも全然なんか嫌がらずに、なんか何やってんだろうっていう感じなんです。すみませんね、お見苦しい映像で。ノエル嫌だったら嫌だって言いなさいよ、やめてってね。でね、これノエルがこうね、トコ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 ね、ノエル、ノエルおいで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 、おいで、ノエルおいで。アークアが来るんじゃない、ノエルね。そう、こうやってね、もうね、なんか常にノエルにこうやってくっついてるんですね。どうでしょうか、それやめたら。いやだってって言ったりな、いやだって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 言ってるよ。言ってないかもしれんけど。でもノエルも全然気にしないんだよね。なんかこう、なんか単なるバックパックが後ろにこう、なんか重たいものがくっついてるっていうだけで。でもアクアはね、なんかノエルのことが大好きみたいです。でノエルもこうアクアがこうやって来るもんだから、時々ねそこからね、珍しくこうアクアとノエルのちょっと静かなワンプロが始まったりするんですね。ノエル日向いいね、日向好きだね。でアクアはノエルが大好きのところに行って、前まではね、ノエルもよく威嚇してね、ワンとか怒ってアクアもね怖がってたんだけど、最近ちょっとねこの2匹、接近しております。まあ、ちなみにオス同士ですが、何やってんのルビさん。さあルビさんの、ワンプロが、ワンプロを仕掛けたのがスタートしました。最近ね、わー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 、ルビーがねちょっとアクアにこうやってマウンティンググッズをするようになったんですね。前まで全然誰にもしなかったのに。でも今朝朝ごはんの時に、アクアがルビーのご飯をこう横取りしようとして、すっごいルビーに怒られたのでね。なのでそれでちょっと上下関係がねしっかりしたみたいですよ。ルビー真似しないよ、真似しない、ルビー真似しないって。ルビーさん真似しない、アクアの。なんで真似すんの、そんなことは真似しんでよしよ、これ真似しないよルビーさん。4頭いるとね、もうほんとなんか見てるだけで楽しいですね。なんかでもみんなね、なんか仲良くなってくれてすごく良かったと思います。なんかね、先住犬とうまくいかないとかね、こうなんか全然ね、こう一緒にね多頭飼いしてもなんか喧嘩ばっかするとかねあるけど、本当うちみんなね仲良くね。そしてちょっとね、今見てわかると思うんですけど、ノエルが少し遊べるようになりました。こうやってワンプロでもちょっとまだぎこちないんだけど、ちょっとでノエルもねそういうことができるようになって、ちょっとマミーは嬉しいです。さあルビーさん真似しないの、アクアの。
我が家ほんとね、読んといてね、にぎやかです。もういいって、アクはいいわ、もうアクはやめなさい、いつまでも。なんかノエルかわいそうじゃん、さっきから、まあ、本人全然なんか嫌だと思ってないみたいだけどさ、旗から見てるとちょっとなんかノエルかわいそうに見えるよ。やめなよ、アクは。アクはアクはちょっとやめなって、もういいって離れなさいよ、もうノエルから。もうここまで乗るか、登録よろしくお願いします。 See you again, bye。